大人になった時にさ、こういうものが存在してんのかっていうなってきちゃってさ、本当に持った時の存在感っていうかね、そうですね、その喜びがあるよね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。ノースビレッジシリーズ、放浪、放尿、放流、大人の言葉に続く6年ぶり第5弾の最新刊、窪塚洋介の人生攻略本発売中です。皆さんチェックしてください。損はさせません。洋介さんは最近はどういった活動をされてるんですか？俺ね、この間まで映画を1本撮ってて、医者の役やってた。日本の、でその前はワンシーンだけ出る映画の撮影を1日だけしたり、陶芸の個展をしてたり。あ、そうですよね、去年が結構忙しかったから、今年はのんびりもうちょっとペースダウンしようと思ってたんだけど、この本の発売もそうだけどなんかいろいろ立て込んじゃって結局、でもまあ忙しくしてるのも好きだから、スケジュール埋めたいって言ってましたもんね、で今度海外行くんだけど、そこはもうがっつり何も入れてないっていうか、もうのんびりしに行くっていう感じで、まあやりたくなったアクティビティとかがあればその日都度やればいいかなぐらいの感じで、抜くのとこは抜くんだけど、なんか基本的には来月も一本映画あって、その次が配信系のドラマが2ヶ月ぐらい撮影してみたいな。まあでも役者業がね主流でありながら、服切りのあれはちょうど昨日ガクさんとのディナーパーティーみたいなところでミュージシャンの人が服切りを飲んだって言ってて、もともと服切りの会社の違うお酒を試したことがあるらしくて、洋介さんの、まあ、それこそこの本で読んだのを機にイベントのあれとか見たんじゃないですかね、服切りのを調べたらちょうど2月何日予約受付みたいな、ちょうどその日だったらしくて、運よくそれが予約できて、ありがたい、めちゃめちゃうまかったっていうんで昨日ちょっと盛り上がってたんですけど。うまいのよ。うまいっすよねあれね。福光屋さんがちょっとビビったって言ってたもん。熱燗でもうまいし、ぬるくなってきてぬる燗もうまいし、冷やもうまいくて。まだ熱燗試してない。それぞれのね変わるのよ。まあそれそうなんだけど、その良さのいいところがこう出てくるんだけど、それぞれの階層の。でもこれ3つあんのっていうのがとっても珍しいって言われて、味というか成分なのかを洋介さんが自分でブレンドしてこうしてとかっていう、そうそう、作ったんですね。13種類の無農薬米のお酒がもうすでに福光屋さんにあって、でそれをじゃあこれとこれで半々とか、これを1、これを7で、これを2とか、何がこう正解とか分かんないあれ、無限にあんのよ。で絶対飲んじゃダメだよって言われて、味が分かんなくなっちゃうから、ほうほうほう、だからちょっと飲んでタンクみたいなあれに捨ててって言われたんだけど、もったいなくて飲んじゃってたのだからもうねベロベロになってた、その行くたんび3種類の無農薬米をブレンドして、であの味に行き着いて、で熱燗を試さずにもうこれでってなったんだけど、出来上がってきたサンプルのあのラベルとかついてないようなやつ、であれそういや俺ら熱燗飲んでないじゃんってなって、飲もう飲もうって言って缶にして出してもらって飲んだの、はい、したら普通さ熱燗になるとちょっといなたくなるっていうかさ、ちょっと味強くなるっていうか、それが真逆いったの。へえ、めっちゃピュアになるの。へえ、ツンデレの女みたいなみんなといる時はもうあんなにツンケンしてたのに、二人になったらめっちゃ素直やんって感じ。へえ、ぜひ試してください。アスカンを、いやアスカン試してみたいです。他の日本酒には全然ない味ですよね。珍しい。これはお酒好きな人が本当褒めてくれる。そうですよね、これはうまいよってみんな言ってくれる、のんべえたちが。だからそれもすごい自信になってるね。なるほど、でもそう考えるとお酒作ったり陶芸やったりとか、新しい挑戦バンバン毎年、ね、意識的ではないんだけどね。あ、違うんですか。ゴルフしかり、まあ、自然の流れで、なんとなくみたいなとこもあるし、陶芸なんてだって娘のために行ったやつで俺がハマっちゃっただけだし、新しい挑戦やっぱりいっぱい
何歳になってもやんないとですよね。まあね。で僕もこの本作ってから祐介さんがスケジュール埋めんのが好きって言ってたじゃないですか、うんうん、パズルのようにって、うん、こういうのまだ入れれるなみたいな。で僕結構もともと真逆で予定入れるのが本当嫌で、うんうん、特にその打ち合わせとか、うんうん、それが例えば3日後とか1週間後とか入ってると、ああもうそれまではずっとこの国にいなきゃいけないんだとか、うんうんうん、身動きが、うん、なんか一つの予定のせいでそこまでの全部が縛られてる感が感じて嫌だったんですけ ど、ね、でも一回埋めんのの楽しいっていうのをやってみようと思って、うんうんうん、でもまあさすがにその打ち合わせとかなんやとかで埋めるのは全くテンション上がらなかったんですけど、うんうん、でも日々当たり前でやっていること、うん、例えばシーシャを吸うとか、うんうん、ご飯を食べるとかっていうのもまあスケジュールの一つだよなと思って、まあねうん、でそのペースで入れて自分で決めてみたんですよ、うんうんうん、明日の一日のスケジュールどうしよう、何時に起きてまずここでシーシャを何本吸って、うん、その後どこどこにしてこうしてどうこうしてとかっていうのをここでこの人と会ってみたいになったら、うん、確かに楽しかったんですよね。そうそうそう、いろいろあれなんだね、意外に実践してくれてんだね。僕は結構、うん、俺読んでもないかと思ってた。何度も読んでますよ作る過程で。誤字脱字を探すのもね。すごい僕も簡単なところから実践してみようみたいなのを今回の本すごい活用してますね、うん、嬉しいわ、うん、でもやっぱ本当自分の近い顔の知ってる仲のいい人がそうやって読んでくれてちょっと影響を受けてくれたりとか、うんうんうん、実践してくれたりとかしてるっていうのがやっぱ、うん、もちろん知らない人に言われるの嬉しいけど、うんうんうん、ああそうなんだっていう実感が持てて、うん、より嬉しいな。宇垣さんとかにしょっちゅう言われるけど、よかれと思って言ってんのよ、本当に言うこと聞かねえよな頑固だからとか言われるんですよ、うんうんうん、そういう印象あるよね。 あります、うん、試してみよう範囲な感じではあるんですけど、なんか一個一個自分なりのアレンジの仕方で試してみたりとかっていうのはなんかしたりしてますね、うんうんうん、絶対こうやった方がいいよとかさ、やれよって言われて真逆行くタイプじゃん。お菓子をこうやって置きながら誘導してきたみたいな、うん、なんとなくあ自分がしたいからするみたいなみたいな風にできてるっていうのは、俺はもうこれしてやったり。そうですね。なんかそれが楽しいんだよって言われると、あその楽しみ方俺知らねえなみたいな。そこは貪欲だから、ね。そうなんですね。だからそういう意味ではとても自分にとってもなんか生かさせてもらってるっていうか。嬉しいね。でもこれがこの勢いでどんどん行ってほしいですね。ね、でも本当本ってさ10万部を売るってなったら本当に大変なんだね今特に。大変ですよ。本がどんどんもう僕が出版社立ち上げた時から、うん、今はもう出版業界大変っていう風に、うん、昔はこんなだったけど今こんななんで、そんな時代に出版社始めたのみたいな散々言われて、そっからでもどん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 ね、うん、本ってなかなか売るのが難しくなってる時代なんで、うん、雑誌もねどんどんなくなっていくし、そうですね、雑誌なんてもう本当ほとんどね買わなくなっちゃったけど、漫画はね Kindle とかでね電子書籍で読んだりしますけど、僕はあくまでもこの紙の本。そうだね、電子書籍も、まあ、もちろん便利で電子書籍で読む方が便利っていう人もいるのは分かるんですけど、うんうん、やっぱなんか本の方が物作ってる感とか、あえて紙をこうしてるとか、うん、例えばこの本とかでもそれで売り上げ変わるわけじゃないんだけど、うんうん、じゃあ表紙の紙がちょっと段ボールチックなあれで、うんうん、あえて見返しをつけないでこの段ボールの色を生かすとか、うん、こんなんでもいちいちちょっと高いんですよ、うん、でこの表紙の色とかも特色を使ってたりとか、うんうん、はいはい、こんな分厚い表紙あんのにカバーも厚くして、うんうん、でその方が持った時のなんかこの感じがみたいな、うん、あるよね、あるんですよね。そう、そこまでしてるから同じ値段でコンテンツとして電子書籍で買われるよりも、うん、僕は飲んで手に持ってもらった方が、ね、でそれで人にも渡せるじゃないですか、うんうんうん、でも世代だろうね。まあまあそうなんですよね、うん、だからまあ考え方古いのは分かってはいるんですけど、うん、でも絶対今の子たち、うん、Z 世代とかもう言わないのかもしれないけど、うん、が大人になった時にさ、うんうん、こういうものは存在してんのかっていうなってきちゃってさ。でもこれ前陽介さんにも話したかもしれないですけど、記録媒体として紙っていまだに一番優秀説っていうのがあって、その何の記録媒体が一番記録媒体として優れているかって、もともとは石器時代は石にこう打ってたわけじゃないですか。でもそれ複製ができないっていうのと、まあ何千年とかしても残ってたりするものもあるけど風化するし割れたらどうとかあるじゃないですか、うん、じゃあ電子データって言ってもじゃあそれが1000年1万年持つかって絶対持たないんですよね、うんうん、消えちゃうじゃないですか、うん、データが壊れて、うん、で紙で複製してばらまいたもの、本書籍としてばらまいたものってもう消せない、うん、ある一定超えると、例えば聖書とかそうですよね、もうあれ60億部だっけな、3880億部、
ぐ聖書3880億です。これは例えば何かしらの力が働いて、うん、その教えを世の中から消そうとしてもできないらしいんですよ、うんうんうん、もう本を全部なくすこともできないし、うんうん、読んだ人がまた語り継ぐのも含めて本でわーっと巻いた内容っていうのをもはや世の中から消すことができないっていうのを唯一可能にしてるのが本、まあ、紙らしいんですよね、うんうん、で考えるとこんだけいろいろ発展した世の中でも未だにおそらく紙媒体が一番優秀な記録媒体なんじゃないかっていう。なのでやっぱりこの紙の形にはこだわっていきたいなっていう。そうだね、本当に持った時の存在感っていうかね。そうですね、その喜びがあるよね。そうなんです。これもね、まあ、こんな細かいことばっかり言ってもしょうがないんですけど、この紙のもともとのちょっとしたゴツゴツのあれとか、そこにかけてどういう PP をかけるかとか、うんうん、でこのちょっとしたゴツゴツっていうのをにするだけでも、まあ、変な話何十万って違うんですよね。そうだよね、うん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 、でもやるんだよね。それで値段変わんないじゃないですか、うん、あこれゴツゴツだから買おうとは思わないんですけど、まあね、でもぜひ買った人とかにそういうのもね含めてできるって、ね、取った時の感じとか、うんうん、開いた時のあれとか重厚感とか、うんうんうん、そういうのも本 紙の本ならではのね。待っちゃってた今俺も求めちゃって中毒性があるのかもしれない。来るかなと思ってた。最近は新たな挑戦として、うん、ノースビリッジではなんか漫画とかも挑戦してきたと思っていて、漫画の作り方を今勉強してるんですよ。へえ。なのでちょっとどっかでまた相談させてください。俺の何が力になるか分かんないけど。漫画家ですよ。おいおいおい急に漫画に一番しやすいあれで言うと子供の言葉ですよね。うん、そうかな。の漫画家とか絶対読んでみたい。うん、もうでも自分のでもう漫画化しちゃってるしね。でもあれまだ途中途中だけじゃないですか。まあまあまあ、でフルの漫画の本を今後いっぱい出していきたいなと思っていて、元が小説もいいし、こういう普通、まあ、単行本から漫画化でそこから映像化みたいな流れをなんか自分たちでも作っていけると面白いなと思って、うん、確かに。でキャラクターグッズ作って、そうですそうです、そっからが儲けどころですよ。そっからそっからですよ我々の。間違いない、花咲くところは、うん、1冊目からもうあの5点が立ちますんでって言われて5冊経って、あれもうジンバブエぐらいだったら5点立つんじゃないですか。そうだね、日本って言わなかったんだ。そうなんですよ、その辺が賢いですよね。賢いわ、知能犯。そうですね、東南アジアの一部だったらプールなしの家ぐらいだったら。まあそんな感じでですね、うん、今日はわざわざ大阪からいらっしゃっていただいて、いやいや、また数ずり重ねたらまたぜひご覧、ぜひ皆さんでも本当ぜひあのおすすめの本なんで、はい、ぜひ読んでみてください。手に取って読んでみてください。はい、あと外録もいいらしいんで。あ、そうなんです、最近外録出ました。ぜひ見てみてください。はい、そんな感じでありがとうございます、はい、ありがとうございました。発売から1週間で重版決定、窪塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに。紆余曲折、上下左右、急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、窪塚洋介の人生攻略本、全国書店アマゾンにて絶賛発売中。Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.